おすすめの機材取ってください。やりたかったんですよ、これ。ということで、今回はニューアさんから商品を何個か提供いただいたので、おすすめの機材を紹介しながら撮っていきたいと思います。カメラマンでもない限り、照明って使い時あんまりないじゃないですか。でも視聴者さんの皆さんでも使いどころが多いかなっていう機材を紹介したいと思います。一つ目がこの三脚で、これグネグネ曲がるからポールとかにも付けられるし、小さいサイズの三脚なんで、Vlog とかで自撮りする時にもかなり使えると思います。しかもこれも本体がスマホグリップになるから、これ持っておけばかなりいろんな使い方できる三脚だと思います。二つ目がこの LED ライトで、このサイズのライトって結構使いやすい場面多くて、これ色温度と光量を調整できるし、シリコンのディフューザーついてるんで、柔らかい光で車体を照らすことができます。なんかちょっと暗いなーって時のオンラインミーティングの時とか、ライブ配信の時の照明とか、物撮りでちょっとここ照らしたいなーって時でも使えるし、結構使える場面が多いライトだと思います。三つ目がこのリングライトで、特にこれはクリエイターさんにおすすめしたいライトなんですけど、ライトの色をめちゃめちゃ変えれるし、いろんな光るパターンもあるから、ほんといろんな場面を表現することができるんですよ。でもこれ何がいいってバッテリー式のライトなんですよ。持ち運び便利だし、コンセント気にせずにライト使えるし、背景の光にして世界観表現できるし、と普通にこれもオンラインミーティングとかライブ配信でも使いやすいライトだと思います。ちなみに紹介した2つのライトは定常光なんでスマホでも使えるライトになってます。3つ商品紹介しましたけど、もう物撮りクリエイターなんで紹介した三脚を物撮りしたいと思います。プロフィールのリンク先に紹介した商品もまとめておきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで完成しました、ニューアさんのおすすめ機材です。